みんみんあやみんばい、こんにちは、福山あやみです。はい、今日はなんと GU で1万円分コーデを買ってきました。イエーイ。早速ね、この大きな大きな袋で GU を買ってきたんですけど、これも GU なんですけど、インスタでもわかるように本当 GU 大好き人間で、たくさんあって、しかも今時っぽい服も本当に安くあるので、はい、GU さんで選んできました。本当にいろんな種類があってめちゃくちゃ迷いました。はい、まずはトップス。トップスはタダン、この黄色いパーカーです。黄色かな、なんかちょっとからし色っぽい、ちょっと落ち着いた黄色の、冬っぽい感じの色かなのパーカーなんですけど、これは L サイズです。で、まあちょっとなんでこれにしたのかは、まあ、他のアイテムを見たらわかると思うんですけど、スウェットプルパーカーです。これは1490円です。安い。こんな感じでゆるっと着れる、これ本当に GU っていろんなサイズがあるので、でも私的にこういうパーカーとか買うときは大きめを買った方がいいんじゃないかなって思います。なんかゆるっと着れるし、しかもなんか丈がちょっとこうお尻がちょうど隠れるくらいだと、パンツだけに合わせても全然可愛いので、でももうちょっとでかくてもいいと思う、 XL とか。はい、私は L を買いました。そして次、タダン、こんな感じでロングのスカートなんですけど、これがナローミディスカートかな、1990円を約2000円でゲットできました。このね、私チェック柄とか大好きなんですけど、こういろんな色があるんですよ。こんな感じで、なんか黄色、なんかブラウン、青みたいな、その色の組み合わせがすごい可愛いなと思ったし、あとここかな、ここにちょっとスリットかな、ここがちょっと大人っぽい感じで可愛いなって思ったので、これにしましたね。生地も分厚くて絶対寒くないなと思って。そして次、最後アウターですね。こっちだよ、お前ちゃん、こっち見て。はい、じゃーん、かわいい。これはムートンタッチブルゾンです。400、900、見てた、あやばいやばい、4990円、約5000円でゲットできました。いや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 、もうね、私こういう形のやつが欲しくて探してたんですよ。本当に GU のアウター全部欲しくなっちゃって、本当迷ってたんですけど、これがね欲しいなって思って、しかもさっきのコーデにもすごい合うし、まずこの首元と袖で、このモコモコボアみたいな、私これが大好きなんですよ。この素材がなんかもう見るだけであったかいというか、犬みたいな感じのボア生地かなが好きで、あ、ここにも入ってる、ここにも入ってます。だからこうポンポンポーンってポイントとして入ってるのが可愛いなって思ったし、形かな、まずもう形とデザインからしてすごい可愛いなって思ったので、はい、これに決めました。中もすごいモコモコしてます、あったかあったか素材でね。この色味もなんて言ったらいいんだろう、もっと茶色と、もっと暗めの茶色がはい、これは私は一番の薄い色のベージュかな、白かを買ってきました。はい、ということで1万円で買ったアイテムは以上です。はい、でも本当にアウターとトップスボトムを1万円以内で買えるのはすごいなって思います、本当に。普通に、はい、これ合計で税込み入れて9317円で納めました。それでもまだ700円くらいは余ってるということで、こんな感じで買ってきたので、早速ね、こんなコーデになりましたっていうのをお見せしたいと思います。スタイルアップ。ということで、どうでしたか私のコーデは。でも本当にいい感じに1万円以内で組めたんじゃないかなって思います。私 GU 大好きで、本当に日頃から服が欲しいなって思ったら必ず行ってるので、いろんなジャンルのものがたくさんあるので、ぜひ皆さんもこの冬ね、この服が欲しいなって思ったら、まず GU で探してみてください。絶対あると思うので、はい、多分
以上、あやみの GU で1万円コーデでした。バイバイ。